こんにちは。キャリアコンサルタントの山田です。辻村です。この番組はですね、自由に生きるためのやる気と元気が出るパワーフレーズをテーマトークの中で提供していきます。興味がある人はチャンネル登録をお願いします。辻村さん、今日よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマはですね、仮想通貨、はい、でちょっと話をしてもらいたいと思います。まあ、僕はあんまり詳しくないんですけど、結構今いろいろ話題になってるみたいなんですが、そうですね、何が起こってるんですかね、今。今そうですね、バブルと言われてる、どれぐらいですか、第何回目か分からないですけど、ビットコインっていうのがめちゃくちゃ上がってるとですね、株も上がってますよね。そうですね、株も上がってますね、で、まあその簡単にですよ、はい、簡単に、まあいろんな考え方の人がいるんで、いろいろこの話すると突っ込まれるんですけど、はいはい、まずその大まかに仮想通貨と言われているものがありまして、はい、まあ、暗号資産と言われているんですけども、それがそのいわゆるお金の代わりになるんじゃないか、その国際共通通貨みたいな認識で、みんな考えてます、ね、はいはい、それ何かと言いますと、自分の国の通貨、昔ジンバブエとかで、ね、あの我がとしてこんなバナナ1個買うのにトラックにしたり、その自分の国の通貨が信用できないとか、国の情勢が戦争で不安定っていうのために資産を逃がすことができたんですよ。なるほど、はい、銀行を通さないので、銀行を通さないので、このなんか、そうですね、こうそこに一旦預ける、なんですけど、まあ、怖いのはそこの金額が安定してないので、はいはい、100万円そこに預けたからって言って100万円のままではないんですよ、1万円になってしまった、逆に言ったらもう1000万円になってしまったという不安定さがあって怖いんですけども、それ以上に、やっぱり自分の国を信じてない人たちはそこに流すんですよね、まあ、まこと近いみたいに言われてるのは、ブラックマネー、出先がわからないので、あの戦争の時に使うお金だとか、例えば北朝鮮とか、大丈夫かな、これ俺捕まえんかな、ロシアとかみたいな、あの外国の制裁を受けて、銀行取引が停止されてるようなところに、このいわゆるビットコインっていうので、このやり取りができるので、で銀行通さずに、国際的なものを通さずに通貨が流れて、そこのところで換金できるということができるので、まあ、ブラックマネーとしてもよく有名なんです。なるほど。でそれが、まあ、今回に関して言うと、そのいわゆるビットコインの価値が上がるって言って半減期みたいなのがあるんですよね。半減期、価値、はい、価値、はい、このなんかいわゆる、まあ、簡単に言うと常に、枚数が決まってて、こう生産され続けてるんですけれども、それの価値がこう半分ずつ半減期っていうところで上がっていくところなんですね。なるほど。でそれが今年で、今年か去年、去年かな、去年か今年、去年とかなっていうのがあって、はい、でそれプラス、テスラモータースっていう自動車会社、はいはいはい、ここのところ AI のね、電気自動車のところが150億円と、を購入したんですよ。で投資家とかいろんなそのイーロン・マスクとか言う人がいるんですけど、その人たちも、そのビットコインっていうのに注文して、で外国の先物取引とか銀行とか証券会社とかも、もうこれここまで入ったんでしょ、もう自分らのところでやろうっていうのがもう固まってきたんですよ。もうそんな大きいなってんですね、はい、だからもうちょっと金融、昔はもうちょっとなんかそんなね、日本で言ったら炎天コインだったじゃないですか、はいはい、あんな感じの怪しいコインだと思ってたのが、もうちゃんとした投資対象として、海外、アメリカとかが認め出したので、じゃあそろそろ、もう面白いんじゃないかってみんなが注目しだしたんです、もう無視できなくなったんですよ。昔はもう銀行とかが潰そうとしてたんですけど、無視できないぐらいの存在があったので、で、そこのところになんかいろんな材料が揃って、今年だから何年かぶりかのバブルになっていくらしいんですよ。なるほど、なるほど。ただ、だからこれみんな気をつけてもらいたいのは、日本は税金がの体制が整ってないので、雑所得なので、儲かれば儲かるほど、山ほどお金取られるんですよ。税金取られますよ。半分ぐらい取られるんで。はいはい、で半分ぐらい取られた上に、ね、違う人種の人税や何や税がかかってくるので、破産する人多いんですよ。あ、逆にですね。はい、あで、だからしか、まあだから、でも、このバブルで後乗りの人が多いんですよ。今ね、テレビでね、コインチェックっていう取引、コインの取引所の場所が、また宣伝打ち出してるんですよ。あ、そうなんだ。だからここ、
ここがチャンスと思って行ってるんですよね、はいはい、昔は出川哲朗が来たんですよ、で問題が起きて1回引いたんですけど、うん、またチャンスと思って行って、はい、バンバン CM って、この CM でみんなが、うん、今また多分バブルでお金持ちになってる人多いんですよ、はい、でここにみんながお金投資するんですよ、投資したら借り取る人出てくるんですよ、すごい世界ができますね、今バブルのどれぐらいなのかな、もう上がりきってんのか、はい、まだ下なのかわからないですけど、はい、今から入る人は、うん、いつ落ちてもわからないっていうチキンレースに入り出してるので、はい、新規参入する人はパッと入ってサクッと出るか、ははまあ全部失う覚悟を持って入った方がよろしいのではないのかなと思いますよね。なるほどですね。はい、だからね、まあ、僕らはあまりこう、最近聞いてないんでね、うん、もう下見なのかなと思ったら、実はそんな話が今出てると。うん、そうです ね。何年かぶりかの上昇っていう話じゃないですか。うん、ちょっとこの先ね、そのあたりも注目してみたいなというところでございます。今日もありがとうございました。投資は慎重に。はい。